私は林ゆりです。19歳です。私は昭和女子大学人間社会学部福祉社会学科の1年生です。将来社会福祉士になるために勉強しています。祖母が通っていた老人ホームを見学したときに、そこで働く職員さんにお話を伺ったことがきっかけです。高校生の時に進路をどうしようか迷った時、社会福祉士という職業があることを知りました。福祉の仕事について調べていく中で、さまざまな現場で誰かのために活躍する社会福祉士に魅力を感じるようになりました。このことがきっかけで大学では福祉を学ぼうということを決めました。私が昭和女子大学の福祉社会学科を受験しようと思ったきっかけは、6月のオープンキャンパスに参加したことです。学科で開講していた模擬授業を受けた時に、私が学びたかった高齢者分野の授業を受けることができました。私が受けた模擬授業では高齢者分野の授業を受けました。その授業では新しい気づきや考えさせられることがたくさんあり、もっと学びたいと思いました。他にも福祉社会学科では一つの分野に偏った勉強ではなく、ソーシャルワークであったり福祉キャリアについて、また児童についてなど、さまざまな分野について学べることが魅力的だなと思いました。私は4年後社会福祉士の国家試験を受けて社会福祉士として働くことが夢です。大学に入った当初は高齢者分野に進みたいと考えていました。しかし大学でさまざまな授業を受けていく中で、高齢者分野だけではなくいろいろな分野に興味を持ち始めました。なので今はどの分野に進もうか迷っています。これから4年間学んでいく中で、自分がどの分野に進みたいのか、どういう人のために働きたいのかということを考えていきたいと思っています。そして、次丸2です。福祉社会学科では高齢者や障害者、児童などの分野ごとの授業はもちろん、相談援助技術に関する授業や歴史、心理学なども学びます。1年生のうちは初めて聞く言葉ばかりで覚えることも多く大変ですが、興味のあることなので苦になったりはせず、毎日楽しく授業を受けています。福祉社会学科は福祉に興味があるけれど将来の具体的な目標が決まってない人、また反対に明確に目標があってその実現に向けて学びたい人、どちらの人にもおすすめな学科です。また昭和女子大学は専門的な学びだけではなく、教養科目もたくさん学べるので人間力も身につきます。結婚、日本人の場合結婚をして良い年齢って何歳ですか？はい、どうぞ。男性が16歳。男性が18歳、はい、で女性が16歳、はい、じゃあその前の方同じ意見。あ、意義なしです。